なんでこんなに運が悪いの？ピザが1枚だけよ。運がいいのは私だからよ。本当に運がいいのは僕だよ。見てこのピザタワー、すごい。アレックスはそんなにたくさんあるのに私は1枚だけなの？そんなのずるいじゃない。文句言わないで早く食べて。カモン、美味しければいいんだけどな。みんなのピザよりも美味しそうね。おいしい。私が大好きなチーズがたくさんあるわ。ねえ、僕はゴミ箱じゃないんだけど。もうやめて。もう何よ、わざとじゃないんだから。私も早く食べたいな。見てるだけでよだれが出てくるの。手を汚さずにパパッと食べられる方法を思いついたわ。わあ、すごいね、すごい。そんなこともできるんだね。どうやったの？おいしいから何でもできるのよ。あれ？何これ？ピザどころじゃなくなったみたいだね。僕たちが代わりに食べるよ。おいしい。早く元に戻さないと。ああ、よかった。私のピザは？誰が食べたの？誰が食べたのかな。二人の仕業なのね。恥ずかしくないの？恥ずかしくないよ。今はピザタワーのことしか考えられないんだ。ついに食べる時が来たよ。下から食べるの？そうだよ。ほら、言ったでしょ。ああ、ピザが空から降ってきたね。ニンニクなの？大嫌いなのに。ニンニクが好きな人なんかいるの？運が悪いわね。私は一つしかないわ。カモン。オッケー。からかわないで早く食べて。私は勇敢だから簡単に食べちゃうわ。吐かなければいいんだけど。やっぱり無理っぽいわ。こんなの食べられない。もう食べないわ。ダメだよ、最後まで食べないと。ミラのためにニンニクプレスだって用意したんだよ。口の中にニンニクを流してあげようか。いやよ、吐いちゃうじゃない。ダメだ、早く口を開けて。ああ、最悪。口の中で猫がうんちしたみたい。ああ、僕も匂いを感じるよ。すごい匂いね。ガムを持ち歩いててよかった。ありがとう。私もみんなも嫌な思いをしなくて済むわね。今度はアレックスの番ね。食べなくてもいいんじゃない？見て、綺麗なアクセサリーができたよ。遊んでないで早く食べて。オッケー、わかったよ。でもまずは皮を剥かないと。ちょうどいい花瓶があるよ。これでニンニクが食べられるね。すごいでしょ。食べよう。ああ、こんなにまずい食べ物は初めてだよ。すごい臭い匂いなのね。洗濯バサミでなんとかしのげるわ。最悪の場合はスプレーでなんとかするの。まだまだ臭いわ。口にスプレーしないと。やった、危険だから良い子のみんなは真似しないでね。匂いが消えたよ。やった。ジュリーは何してるの？早く食べてよ。子供の時から嫌いだったのよ。顔が緑になったら助けてくれる？
すごくまずいわ。最悪。なんでそんなに急ぐの？急がなくてもいいのよ。早く食べ終わりたいの。すごいスピードだね。ジュリーすごい。あと少しよ。すごい。どうやってそんなことするの？終わったわ。ニンニクはもうない。ああ、さっきよりもひどい匂いだね。悪いけどこうするしかないみたい。ジュリーのせいで気絶したくないからね。ひどいじゃない。やった、これで匂いがなくなったね。私もだいぶ良くなったわ。チックタックもっと食べたいのに。僕はラッキーだよ。運がいいのはジュリーだと思うわ。そうね、やっとたくさんのお菓子が食べられるわ。一番運が悪かったのはミラだから先に食べてもいいよ。一粒しかないからすぐに終わるわ。美味しかったけど少ないわ。アレックスの番よ。やった、やっと食べられる。あれ、なんで何も出てこないの？アレックス、運が悪いわね。ああ、こぼしちゃったよ。でもストローを使えば食べられるよね。終わったよ。今度はジュリーの番ね。見て、私はこんなにたくさんのお菓子が食べられるのよ。みんな分足りるんじゃない？二人とは分けないわよ。チックタックが大好きだから一人で簡単に食べちゃうの。意地悪だね。大丈夫よ、盗みましょう。これでお菓子は私たちのものになったわね。待って、盗むなんてひどいじゃない。証拠はないでしょ。僕たちじゃないよ。仕返しするわよ。待ってなさい。手を上げて、くらえ。どうだった？これでもう何も盗めなくなるわよね。あ、チックタックだ。早く食べよう。そうね。おいしい。あれ、チックタックがないわ。全部使っちゃったのね。分けてくれてありがとう。チュッパチャプスが1本しかないわ。こんなの嫌だ。僕はラッキー。やったー。アレックス、私の方を見なさいよ。ラッキーなのは私よ。おー、すごいね。こんなにたくさんあるなんて信じられないよ。ジュリーから始めてもいいわよ。分かったわ。まずは包装紙を外さないと。あんまりうまくいってないみたいね。諦めないわ。笑わないでよ。あ、チュッパチャプスを壊しちゃった。そんなことがありえるんだね。大切なのはこれでも食べられるってことよ。あー、美味しい。最高。早かったわね。次はアレックスの番よ。やった、ちょうどお腹空いてるんだよね。見て、包装紙を簡単に外したよ。すごいわね、見習わないと。今からある挑戦をするよ。一気に食べる。アレックス、何をするつもりなの？怖がらないで。飴を細かく刻みたいだけだから。見て、できた。僕って強いな。もうやめて、怖いわ。もう終わったよ。あとは飴をお皿に移すだけ。すごいたくさんあるわね。すごいじゃない。僕は一本のチュッパチャプスを残したよ。これはもちろんわざとやったことさ。飴をトッピングにして
チュッパチャップスを舐めることができるんだよ。ああ、すぐに終わっちゃった。残ったトッピングは口の中に流し込もう。これでも美味しいね。もっともっと食べたい。こぼれてるわよ。今度はミラの番だよ。掃除機が必要なの。早く止めて。あ、ごめん、二人の方に向かせるつもりはなかったの。包装紙を飛ばしたかったの。いいね。私も気に入ったわ。これでチュッパチャップスが食べられる。どうやってそんなに入れてるの？すごいね。でも嫌な予感がするよ。わ、アレックスの言う通りね。詰まったわ。どうしましょう。仕方ないね。手伝ってあげるよ。踏ん張ってね。気をつけて、痛いわ。え、これは何？ミラの肌。恐ろしいね。大丈夫、元に戻したわ。これは何？小さすぎてよく見えないわ。トウモロコシの種かな。そうっぽいね。僕のところにはいくつかあるよ。匂いがしないね。二人ともまだわからないの？ポップコーンを作ればいいのよ。作り方なんかわからないわ。どうしましょう。あ、いいこと考えた。食べちゃうわ。あー、無理。そうね、ヘアアイロンが使える。ヘアアイロンでポップコーンができるはずよ。どう？できそう？長いわね。待ってる間に遊びましょう。あとは寝て。そうね、時間がかかりすぎたわ。できた、やった。見て、かわいいでしょ。すごい、できるって信じてたわよ。努力した甲斐があればいいんだけど。やった、おいしいわ。次はアレックスね。僕の量だとヘアアイロンは使えないと思う。普通のアイロンでどうにかなるかな。本当にできるかな。ミラの時だって初めは信じなかったでしょう。あ、できた。早くできたよ。びっくりよ。やけどしちゃった。熱いよ。おバカさんなのね。ポップコーンで痛みを紛らわせたいな。やった、すごく美味しくできたよ。こんなにたくさんどうやって作ればいいのかな。あ、わかったわ。何それ？ポップコーンメーカーよ。見たことないの？使い方を教えてあげるわ。まずは種を中に入れるの。わお。そうそう、これだけよ。見て、できた。ポップコーンの完成よ。すごいね、そんな機械があったんだ。もっと種を足してもいいと思うわ。これじゃあ少ないもんね。見て、いいじゃない。やった、机がポップコーンまみれだよ。残りはあと少しだから全部作っちゃうわ。あれ、なんかおかしいんじゃない？これでいいのよ。ザリガニ？怖いわ。触るのだって嫌なんだけど。一匹でよかったじゃない。私のお皿を見て。でもザリガニって危なくないと思うわ。そうかな。こんなにたくさんどうやって食べればいいんだろう。ミラから始めて。アレックス、それでも友達って言えるの？思ったよりもまずくないわよ。本当？へえ、気に入ったわ。丸ごと食べられる。おいしい。こんなに気に入るとは思わなかったわ。僕だってびっくりしてるよ。おいしかったわ。ミラ、歯を磨いた方がいいと思うよ。あら、ごめんなさい。大丈夫よ。 OK。私も簡単に食べれたらいいんだけどな。まずは味見してみるわ。おかしいわね。動いてるのかな。他のザリガニを食べるわ。まずは余計なものとおさらばするの。ジュリー、何してるの？何よ。
ザリガニを食べられるようにしただけよ。何してんだよ、こっちを見て。ごめんね、わざとじゃないの。分かったから早く。あら、本当に美味しいのね。わお、アレックスよりも量が少なくて残念だわ。もっと食べたかったのに。またお腹空いちゃった。残念だけど、私たちはもう何も食べれないわ。次はアレックスの番ね。二人が美味しそうに食べるから僕も食べたくなったよ。おお、本当に美味しいね。少し食べてもいい？ダメだよ、もう食べたんでしょ。一匹だけでもいいからちょうだい。やめて、分けないって言ったでしょ。邪魔しないでよ。おいしい。お願い、すごくお腹すいたの。これぐらいでいい？面白くないわよ、欲張り。覚えとくからね。そんなに怒らないでよ、ただのジョークなんだから。あ、生きてるザリガニだ、怖いよ。なんでこんなところにいるの？大丈夫？助けて、僕の指が。何とかしてよ。私の方に投げないで。痛いよ。欲張りだからそうなったのよ。きっと面白くなるはず。早く蓋を開けよう。ビータから始めて。やだ、なんて最悪なの。というよりかトゲトゲだね。私本当にこのサボテンを食べなきゃいけないの？怖いわ、トゲが刺さっちゃう。まあいいわ、なんとかなるはず。痛い。もういいでしょ。まだまだよ、早く食べな。あ、いいこと思いついた。トゲを全部切っちゃえば痛くなくなると思う。ちょうどいいパンチだってあるわ。じゃーん、これで噛むたびに痛い思いをしなくても済むわ。サボテンが美味しいといいんだけど。どう？すごく早く完食したね。そんなことないわ、すごくまずい。伝わったよ。次は僕の番だね。待って、レディーファーストよ。それに私のは美味しそうなアイスクリームなのよ。早く食べなきゃ。ビーター、私のアイスどこに隠したの？早く隠して。いやよ、よく見て。丸い形をしてるでしょ？私のよ。それぐらい簡単に直せるわ。温度を上げればアイスクリームもドロドロの液になる。でもコーンが三角だからその液は私のものよ。できた。なんて美味しいの？ビータにあげたら絶対に後悔してたわ。美味しすぎるの。アレックスも蓋を開けて。カモン！すごい、なんて綺麗なんだ。美味しそうなサンドイッチだよ。早く食べたいな。誰とも分けなくていいのも嬉しいな。これは全部僕のものだ。自分のだけだって？サンドイッチを食べるための作戦を思いついたわ。アレックス、ビータが呼んでるわよ。この包丁で四角いサンドイッチを切れば2つの三角になるわ。ごめんね、アレックス。でもこうするしかなかったの。私もお腹が空いてるのよ。そうきたか。だったらこの三角のサンドイッチに同じ三角の唐辛子を入れちゃおう。反応を見るのが楽しみだ。おいしい。アレックス、残念ね。あれ？逆によかったわ。アーサム！え？何かおかしいわ。え、どうしてサンドイッチに唐辛子が入ってるの？助けて。火を消すのにぴったりなものがあるよ。早く飲んで。早く貸して。私が飲んだのは何だったの？あー、すごい、いいショーが見れた。さあ次は何が出るかな。ビータはチップス、私は？あ、美味しいものが当たるといいな。ドッグフードって。僕は犬じゃないのに。
こんなの食べたくないよ。その必要はないわ。私が先に食べるからね。早くスイカを食べたいな。なんてジューシーなの。真夏日にはぴったりね。私でもスイカを食べる方法を思いついたわ。この専用スプーンを使うの。ケイシー、スプーンをどうぞ。そっちの方が食べやすいわよ。ありがとう。本当に食べやすいわ。アッサム。残念。これでスイカは私のものよ。丸く切ってあるじゃない。今度からは気をつけてね。やったわね。くらえ。外れよ。いくらでも投げていいわよ。私はスイカを食べちゃおう。あなたのせいでスイカもあと少ししか残ってないじゃない。残りは誰にも渡さないからね。おいしい。完食よ。ビータ、あなたの番ね。チップスはきっとおいしいわ。プリングルスならなおさらね。大好きなのよ。私もよ。だからビータからチップスを奪うの。振るだけで手に入るから楽勝ね。おかしいな。どうして空っぽなの？チップスはどこ？大変だわ。誰の仕業なの？チップスはどんな形でも美味しいでしょ。でも僕はドッグフードを食べなきゃいけない。こっちの方がまずいよ。匂いを嗅いだだけで吐いちゃいそう。食べなくてもいい？ちゃんと食べなさい。見てみてよ。まずそうでしょ。味見だけでもしてみないとか。ああ最悪。まずいよ。ドッグフードは専用の食器で食べるのよ。私が持ってきたことに感謝しなさい。感謝するよ。これでもっと見栄えがひどくなった。スプーンで食べるのは絶対に無理だ。手伝ってあげるわ。動かないでね。必ず入れるわよ。えい。どう？おいしい？これよりもまずいものは食べたことがないよ。これの何が面白いの？本当の面白さはこれから僕が見せてやる。なんてことしたの？私たちにまで犬の匂いが移るじゃない。楽しいね。今回運がいいのは誰かな？見てみましょう。私じゃないみたい。僕は運が良かったよ。お寿司は大好きだ。私もよ。チョコレートが当たった。それにとても美味しいチョコなの。お店ではなかなか見つけられないから貴重よ。みんなも美味しそうによだれが垂れているでしょうけど、私は絶対に分けないわよ。美味しい。もっともっと食べちゃいたいな。食べられてよかった。でもその前に空手の技を見せるわよ。ほらすごいでしょ。私はいつでも仕返しできるのよ。これからすごい技を見せるわ。チョコレートを口でキャッチするの。それだけじゃないわ。一つぐらいなら誰でもキャッチできるし、全部一気にキャッチするわ。一つもキャッチできなかった。恥ずかしいわ。気にしないで。これで僕もお寿司を食べられるし。まずはお箸を取りな。僕はお箸を使えないんだよ。今から使い方を学習すると一つも食べれなくなる。でもお箸の使い方さえ変えてみたらどうかな。例えばお箸にお寿司を刺してそのまま食べるとか。食べやすいし手も汚れないよ。私とも分けてくれる？嫌だ。それにお寿司なんていらないでしょ。ジューシーなレモンを食べな。どれだけ酸っぱいのか想像できるわ。ああ、嫌だ。まさかレモンがブーメランみたいに戻ってくるとは。どっか消えて。レモンはビータの運命だったみたいだね。なんてバカバカしいルールなの。そうよ、レモンを少しマシにする方法さっき思いついたわ。顔を向けばいいの。アッサム。あ、ごめんアレックス。でも新しい髪型の方が黄色い T シャツによく似合うわよ。よし、おふざけもここで終わりよ。ああ、レモンのせいでおかしくなったわ。ひんやりとしたシャワーが必要。これでだいぶ良くなったわ。
面白い顔だね。玉ねぎだけはやめて。臭くなるのなんて嫌よ。なんて大きなピザなの。最高だわ。僕は一番おいしいシュワシュワの飴だ。まずは私がこの玉ねぎを始末してもいい？最後に残すのだけは嫌だわ。どう？おいしい？もうからかわないでよ。本当につらいのよ。この玉ねぎがどれほどまずいかも知らないで。きっと一口食べただけで吐き出すわよ。私も戻しそう。なんて臭いの？ごめんなさい。あら、ケイシーのピザの上に丸いサラミが乗ってるわ。私のものってことね。こんなに美味しいものが私を待っているって考えると嬉しいわ。丁寧に切れば四角いピザができるね。僕も食べれるってことだ。僕にはシュワシュワのキャンディーもあるから手を汚さないようにしないと。なんてことするの？恥ずかしくないの？私のピザなのよ。四角いから僕のだよ。はあ、ほとんど何も残ってないわ。でも全部食べられなくてよかった。少しは食べられるわ。僕にはシュワシュワのキャンディーが一袋もあるよ。早く食べてみたいな。見た目は美味しそうだよ。ああ、本当にすごいわね。期待しないでね。全部僕一人で食べるから。美味しい。もっともっと欲しいよ。欲張りね。上から雨が降ってきたらどう思う？あはは、これでいいのよ。私たちを怒らせるとこうなるわ。